がした俳句師の夫婦寮レズニガルガスのザ・サーとこどんどんパンタカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。オレンジ色草親子遊びでニコニコ運動神経向上プログラム本日220発目、はい行きましょう。はい、というわけで本日も柑橘系の皆さんよろしくお願いします。はい、今日は後ろに恐竜ちゃんが見えますよ。すごくね、立山のいい公園見つけまして、はい、ここで、前回やりましたグリコをさらにパワーアップ、ジャンピンググリコをやってみたいと思います。はい、ジャンプ力と脚力を鍛えていきましょう。どう？飛べる？ちょっと皆さん飛んでみてください。ピョーンと、おー、いいですね、いいですね。上半身使って、うわ、いいで、おっ、アマナちゃん強敵やね。これでじゃんけんチョキで勝ったらチヨコレイトの歩数ジャンピングでいきます。そしてタカちゃんがまあちょっとね大人なんでジャンプ力があるんで、あっちの大きい恐竜、タカちゃんだけ大きい恐竜を回ります。テアノザウルスかな、うん、あっち回ります。そして、他の3人はあっちの小さい恐竜を回ります。そしてレモンちゃんに関してはちょっと歩数がまだまだね、体の身体的に小さいので、勝ったグリコ、グーで勝ってグーリコっていくところにプラスグーリコレモンでチョキで勝ったらチヨコレイとレモンって3歩プラスでいきましょう。はい、ちょっと一遍やってみましょうか。はい、これ2回戦ぐらいやりますか、様子見て。はい、ゆうかさん大丈夫、バネですけど、ないんですけど、あ、まず1回やって、1回は全力でいきます、うん、あれな、2回戦はほんだらこの3人でいきますか。はい、はい、それではいきますよ。視力を尽くしていきましょう。はい、最初はグーじゃんけん、はい、よし、チョコレートや、レモンちゃん、ハンデやっつけると急に強くなりますね。じゃあ、1本1本にしてくれる？うん。どう？なんかレモンちゃん、あまりにも、女王の発言ですよ。もう私、強いから、1歩プラスにしてあげるって。それでいきます。いい、アマナちゃん、どう？うん、いいよ。1歩でいく？ヒューガさん、どう？うん、もう一回いける。いけんの？いけんの？もう一回。いけるよ。おー、さすがさすが。そしたら、今度は、同じルールで、レモンちゃんのハンデが、1歩に減らします。いきますよ。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい。ほい、二人。アマナちゃん、いいですよ、ジャンプが。いいですよ。最初はグー、じゃんけん、ほい。アイコでしょ。アイコでしょ。あ、ゆうかさんとレモンちゃん。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、
はい、それでは、優勝は、第1試合目はレモンちゃんが優勝、はい、おめでとう。はい、2試合目はまなちゃん、ナイスジャンプ力。ゆうやさん、外帰ってください。それでは最後ね、さよならで今度向こうに向かってジャンプしていきましょう。はい、今日はジャンピンググリコでした。それでは皆さんまた会いましょう。さようなら、せーの、バイバーイ。See you, bye. ララ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 ラ目を閉じんざい目を閉じんざい左は全在。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。